何事だ。どうした？何があった？来るな。窓から開いてくる。やめろ。取り乱すな。俺が助けてやる。まるで心を失ったかのようだ。誰の仕業だ？神が枷をはめられておる。舌を噛みちぎったのか。血だまりだ。何に耐えておった。この染め、蒙古のものなのか。これは勘どこ、蒙古の儀式だろうか。侍、大鷹様が呼んでる。サラーンボルダンジャラーン、ボルダンジャラーン、ボルダンジャラーン、ヘッデンジャラーン。あの郷で仲間を鼓舞しておる。
苦しみおって正体を突き止めねばな。集落の者に何をした？大鷹様の呼び声を聞いた。大鷹、己の長か？あのお方は一族を率いて対馬に来る。息のすべてをその手に収めた後で。こやつら、あの息から。父、ジン、手を貸さんか。お前は死ぬのが主上のためだ。急いで駆けつけたけど、こりゃひどいね。病のようだが、果たして治るのかどうか。何があったの？わからん。見慣れぬ猛虎兵だった。こやつらの長は大鷹。対馬を攻めるつもりだ。心を蝕む病だろ。もし島中に広がったら。そうはさせん。大鷹を探すの。猛虎兵によると息におるとか。海賊と罪人の島だ。侍は憎まれてる。そうだ。かつて父上が治めようとしたが、あの地で会えなくも、その後残党は引き上げ、そして今何者かに乗っ取られた。俺が正さねば。船が待ってる。いつでも立てますぜ。酒井様、よろしいんですかい？息はお侍を嫌っとりますよ。